木は記録媒体とは年輪年代学の研究者の言葉である年輪に残った物質を丹念に調べると古代の自然現象が明らかになる山形大などのグループが鳥海山から出土した杉を分析した際も驚くべき発見があったこの杉は神代杉と呼ばれ 長海山が紀元前5世紀に噴火した際の山体崩壊で埋もれた山形大の加速器質量分析計で年輪を測ると紀元前665年頃から数年間炭素重視という物質が急増していた導き出されたのは巨大な太陽フレアが複数回発生した可能性である。 太陽の表面で起こる大規模な爆発現象を指す爆発後は大量の宇宙船が到達し成層圏で窒素と衝突そうして放射性物質の炭素重視が生まれ当時の植物に取り込まれた時が経つにつれて減る炭素重視がこの時期急増した背景には 異次元の自然現象があったというわけだ太陽フレアは最近も世間をにぎわせた爆発が連続発生し世界各地にオーロラが出現地磁気が乱れて人工衛星や GPS に障害が出る懸念もあった人代杉が茂っていた頃に思いを馳せる 縄文人が見上げる鳥海山の先にオーロラが鮮やかに明滅していたかもしれない。